鳩山幸男放射のオリンピック発言で大炎上本日、鳩山幸夫さんがツイッターにてこのような発言をしてしまいました。すでに東京オリンピックのチケットが売り出されたようであるが、例えばノーベル平和賞を受賞した核戦争防止国際市議会議は、放射能オリンピックと命名して、放射能汚染リスクの残る東京でのオリンピック開催を疑問視している。日本では報道されないが 欧米でこのような動きが広まっていることは理解すべきだと、と言いまして、これに対して池田信夫さんが、これは核戦争防止国際市会議の期間決定ではなく、勤労千葉、中核化の勤労千葉と提携しているドイツ支部の出した声明に過ぎない、鳩山さんはいつから中核化になったのかと反論をされております。こちら、 中核化の関係団体がえ、関連団体が出した情報を、あたかもですね、権威のある団体が出したかのように、鳩山さんが嘘をついて、さらにヨーロッパでこういった考えが当たり前になっていると、日本や福島県を、またヨーロッパの皆様さえ侮辱されておりますが、鳩山さん、こういったですね、デマ、直ちに、 撤回しこういったデマによって傷つけられた皆様に対してしっかりと謝罪していただくようにお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました